しょうか。優雅ですね、非常になんかね。あんまり近づいちゃいけないんですね。そうですね。はい。はい、じゃあお願いします。はい。ボートマンという曲はどんな曲ですか？ちょっとだけ聞こえてて、はい、はい、あちらに近づいた方がいいでしょうか。多分聞こえると思うんで、そのままで結構、はい、はい、ボートマンというのはスコットランドの古い古い民謡なんですけれども、スコットランドって、海に囲まれてますよね。そしてこれは恋人が船に乗って漁に出てしまったままなかなか戻らない、それをずっと来る日も来る日も待つ恋人の女性、もしくは奥さんのお話です。聞いてください。ありがとうございます。はい。すいません、すいThank you.
きまして、ルーマニアの曲をですね演奏します。先ほど申しましたように、ちょっとですね、ちょっとなんていうんですかね、感情的なエモーションのですね、どういなというと、それからですね、美しい静かな子守唄を演奏します。
しばらく、ここしばらくですね、今度はのライアーソロをですね、お楽しみください。曲の説明も、じゃ聞く、多分自声で大丈夫と思うんだけど、うん、はい、マスクしちゃってるので聞こえるでしょうか。先ほどからカラスの鳴き声聞こえますね。弾きながら数えていたら1羽2羽3羽3羽ぐらいカラスがこの近くにいるみたいなので、まず3羽のカラスというイギリス中世の森の中の曲を1曲弾きます。それからですね、シャリオンという曲があるんですけれども、これはワーズワースの詩を逆さまから読んだという歌詞がついています。ただ謎めいた不思議な呪文のような詩で、私は唱えることができませんので、ライアーアレンジでお聴きください。Thank you.
が泣いてくれるとすごく嬉しいですね。それではですね、大塚先生のソロをまた聞かせていただきたいと思います。先生よろしくお願いします。先生って言わないでください。あの今泣いていたのが多分古樹形という鳥だと思うんですけどね、なんかリズムが合ってましたね。なんか編曲したくなっちゃいますね。こんな感じですね。そうです、そうです。じゃあ、あの一曲ですね、あのゆっくり準備してくださいね。あのその曲はソロです。あとまた一曲2曲ですね、ちょっとソロ演奏したいと思います。ドビュッシーのですね、シリンクという曲なんですけど、ちょっと不思議な、変わった曲なんですけど、フルートソロの曲です。でもひょっとしたら日本の楽器でもね、あの尺八とかで吹いても合うかなっていう感じなんですよ。パンフルートで吹いてみたいと思います。1曲目はですね、皆さんご存知のバッハ・グノのアベマリアですね。とてもあのライアーで素晴らしいアルペジオなんですね。それから続きまして、私とですね、あのフランスにいるとても素晴らしい作曲家の友人がおりましてね、シルバイン・ギネさん、シルバイン・ギネさん見てるかな、見てないかな、その人の曲をね、2曲演奏します。とても美しい曲ですね。カムバック、カムバック、カムバックは日本語に直すと、帰っておいでっていうことですよね。まあ、そんな感じの曲です。すると、サドロマンス、順番逆だったかな。まあその曲演奏します。では、お聴きください。では、バッハのアベマリア。
続きましてシルバイン・ギネさん、サードロマンス、ちょっと悲しい曲なんでね。Thank you.
ありがとうございました。一応ですね、用意してきた曲はあのこれからなんですけども、まあ、たまたまね、通りかかりの皆様と、それからこの YouTube をご覧になっている皆様にね、まあ、最後にご挨拶なんですけど、本当に、聞いていただきまして、私たちもとても嬉しく思いました。どうもありがとうございました。皆さん、それからどうもありがとうございました。で、曲ですね、用意しましたけど、とても綺麗なアイルランド民謡かな、サリーガーデンをお聴きください。実はこれ第1部でですね、第1部終了しまして、2人のコンサートはおしまいにします。でこの後はですね、フリータイムなんですけど、たまたまですね、たまたま私のお友達とか生徒さんがですね、たまたま楽器を持って来ちゃってる人もいますので、せっかくだからですね、この際、もうこれから一応コンサート終わりなんですけど、我々自身が楽しみたいと思いますのでね、楽器持って皆さん集まっていただけますでしょうかね。で他の方はね、もう自己自由に。皆さん、ポジション大丈夫ですか？準備して、ここで準備してね。していきますよ。じゃあ、最初低い方でメロディー。いきますよ。
さっといきます、はい、最初は低い方でね、大人の人はそのですね、募集です。一緒に仲間になりませんか。このようにですね、一緒に練習しながらですね、とにかく練習しておりますので、連絡ください。お待ちしております。ただコンサートもね、まあ、あちこちで呼んでいただければ、いつもどこでも呼びますので、よろしくお願いします。では、今日は最後までありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。